この場所で今さら血の生贄の心配をする必要もあるまい。この辺はいつでも血の海じゃからな。あとはお主がこの石板をこの門の前で掲げるだけじゃ。門よ、名を問うなかれ。我は生命の木を守る者なり、この世界を新たなる方向に導く者にこの力を託さん。我は真に等しき世界を望む者なり。そがあのバベルの塔の内側、彼らは不死なる呪いをかけられ、生きたまま永遠に生き血を吸われ続ける運命を背負わされたこの塔の生贄たち。おいじいさん、さっきから気にはなっていたんだが、あんた事情に詳しすぎるぜ。それにさっきの道もどうやら初めから知っていたような素振りだった。天国の門の前でもわざわざ名前すら名乗らなかった。あんたの正体は一体何なんだ。